こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はダイヤのエースのガチャ券2回目ですね。今回も10連くらいやりたいと思います。早速いきましょう。まあ、前回 PSR お兄さん出ちゃったんでね。もうなんかそれだけでもういいかなっていう感じですね、正直。もちろん欲しいキャラ他にいるんですが、まあ、ポンポンやりながら様子見ていきます。うん。PR も出なさそうだな。秋葉と。まあお兄さん SR いるんでね。っていうところあるんですけどね。なんか全然出なさそうですね、今回は。メラメラと。ただ。大丈夫かな。とか言ってたらさっき出たんだね。三島と。あ、もう本当に、ダイヤ勢めっちゃ集まってきますね。三島はいいぞ。お兄さん集まれ、お兄さん。三島何連続だ、これ。三島ばっかりだな。行きましょう。おお、弟くんの方ですね。これは PR かな。おお、わあ、沢村出ました。いやー、もうこんだけ SR 出るんだったら全然いいですね。で、筋力ボーナスの、保有ボーナスを持っていて、で、能力も、まあ悪くない感じですね。玉持ちとかは、鈴本ぐらいしか持ってないので、結構使いやすいと思います。で、僕が前から実は構想にあったスタミナ2枚か球速2枚の SR を積んで投手デッキっていうのをやりたかったので、ずっと。これでやれそうな感じですね。おー、いいですね。出ますね、SR が。あ、僕、爆死したんでね、本当に。これくらい出てくれると本当嬉しいなって感じですね。弟くんはいらないんだよ。ググったぞ、と。さすがにこれはなさそうですね。黄色から出るんですね。黄色からというか、あの演出から出るんですね。はい。ということで、2回目も、しかも沢村だったので、よっしゃと。これはもう勝利だな、という感じですね。はい。またどんどん、引いていって、で、動画を公開していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録お願いできればと思います。皆さんから見て動画の右下の方に登録ボタンを設置しています。またコメント欄の方に Twitter のアカウント名と直リンクを貼っておきますので、もしよろしければフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。